緑の地域が大航海時代の新世界新世界、あるいは新大陸とは大航海時代に欧州人が新たに発見した土地に対する故障である。しばしば南北アメリカとその近隣の島々を集合的に表すものとして用いられるが、広くはオーストラリア大陸とその周辺諸島をも含み称せられる。これらの地域が発見される以前の欧州では世界が 欧州、アジア、アフリカ、すなわち、旧世界からのみ形成されると考えられていた。つまり、旧世界から隔絶した世界であったので、新世界と呼ばれる。キリスト教社会が形成されるより、前の時代に移住し、そのまま定住した民族が独自の文化を形成していた地域も多く、かつては文化の類似性により、現在ではそれに加えて遺伝子の共通性によって、 遠く離れた地域に住む民族が同一の祖先を持つと推測されることがある。今日、これらの諸地域では、西欧の言語である英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、オランダ語が話されており、西欧人の子孫が支配権を維持する社会が形成されている。生物学の世界では、しばしば南北アメリカ大陸と同様の生物賞を持つ地域を新世界と称し、 今日の生物地理区では、日帰区及び新熱帯区に区分されている。また、オーストラリア大陸や太平洋諸島と同様の生物省を持つ地域は、オーストラリア区及びオセアニア区に区分される。生物省の違いは、地学分野のプレートテクトニクス理論においても、海進、海体や大陸分断の状況を判断する資料の一つとして用いられる。ワインにおける、 新世界ワインあるいはニューワールドワインとは、大航海時代以降に、ヨーロッパから製法が伝えられた地域で生産される、ワインを指す。すなわち、南北アメリカとオセアニアに加え、地理上は、旧世界に属する南アフリカや日本で生産される、ワインも含む。ありがとうございます。